はじめまして、皆様ご存知、趣味大学徒です。というわけで、本日もホラーゲームやっていきます。首鬼という作品ですかね。コザピ様という方が制作されているゲームですので、皆様ぜひともチェックしていただけると幸いです。というわけでやっていきましょう。なんか、怖いらしいですね。アクションゲーっぽいです。はい、やっていきますか。ここはどこだろう？ああ、なるほど。RPG 系のやつ。いや、何？何？急に音が出るじゃん。普通に声出たわ。どう取るんだこれ。鍵がありましたね。ひゃー、ひゃー。近いな。意外、近いな。パーソナルスペース的な何がし。近いな。近いな。紙を手に入れた。紙大事ですね。なんか、ホバー移動みたいな感じの、あれがあれでしたね。あれがあれしてあれですね。はい。うわぁ、なんか、やだこのスクロール感。なんかやだ。ちょっと、いいのかな？普通に、こっちには行かない方がいい気がする。ピアノだ！鳴らせ！なんだっけこれ。給食の時間に聞いた。終わった。忙しい人のためのなんかでしたね。忙しい人のための給食の音楽。はい。で、全体的に謎解きか。頭悪いんですよ、私。音次第のすげえ怖いんだけど、逆に。本のページを1枚に、最後のページは何枚か。ドライペンに。最後のページは何枚かな？待って。何の話？でも、どんなに数を重ねたところで1枚は1枚でしょう。という風なとこしか今思えないんだけど。違った。死んだ。死んだわ。殺されたわ。待って、特定の本だったのかな？まあ、偶数であることは多分そう。偶数というか4の倍数であることは多分そうなんだけど。下に行くのだ。無理っぽい。何それ。4の倍数。だから、どっかの本を探す必要があって。ということですかね。急に音なくなるの面白いな。本これか。今日はカレー。日記じゃん。やっぱり失敗だった。カレーかな。念のためスイッチを作っておく。普通に積んだ説あるかい？本ってなんだ。本のページを1枚2枚と数えると、最後のページには何枚かな？隣の、どういう意味？意味がわからん、マジで。本のページを1枚2枚と数えると、最後のページは何枚かな？本のページを1枚、ん？
な、え？え、何？どういうこと？マジでわからん。明日にあるなんか最後のことだよ。はい、はい。あー、そういう？4の倍数、4N ですね。はい。まあ、16の倍数かな、じゃあ。割と普通に動きが読めなくて怖いんだが。怖いんだが。ああ、歩き方すごいね。うん。なんかこう、あれですね。普通に指示に対して従うのが下手くそすぎ問題だよ。で、なんだっけ、カレーが？2月7日カレー。4月5日失敗。3月27日、スイッチを作っておく。スイッチが失敗したのかな？カレーがあってスイッチ作って失敗したわけだよね。はい。下が最後のことだよだったから上かな、じゃあ。あ、じゃない。気が早い。君は。まるまるまいと言うと。最後315。奇数じゃないか。はい。奇数になることあるか？印刷の関係だとやっぱ16、まあいいや。はい。君、あのメッセージ見てるときも動くのはちょっとずるくないか？赤いね。なんかこう、そっか、奇数になる場合ないわけで、まあでもないか。ああ、間違えたし、でも一発アウトじゃないんだね。いるね、普通にいるね。来るのかな、こっち。音が続いてんね。最後でしょ？え？あ、消せないのこれ。待って待って、普通に謎解きわからん問題が起きてるんだが。いや、積んだかこれ。音どうした？音全然違うね。どうした？難易度上がった？なんか気持ち早くなっているような気もしないでもないけど。何？どうした？そういうこと？痺れ、ゲームが私のこと痺れ切らしましたかね。こんな音楽だったっけ？とりあえず紙は手に入れて。最後かなって前。これ違ったらちょっと辛いな。単純に頭が悪いっていう感じ。違うし。まあでも漢数字だったしな。え？わからん。いやー、謎謎ってそういうこと？はぁ？はい。
卒業式の時にね、なんかこう、後輩から、人生には3つの策がありますっていうふうね、謝辞、挨拶送られたことあるんですけど、後輩に言われてもなって思った記憶がありますね。なんかそんな気分でした。おう、こんにちは。終わった。え？これ、分岐があるってそういえば、書いてあったような気がする。なんか、あっさりしてたな。誓いがー、ミスったー、誓いがー。はい。あ、普通に。今のところね、私の頭が悪いということが露呈してしまっただけではあるんだが、今の動き良くないね。うん、歩き方すごいね。やっぱり足首だけで歩いてる感じがあるよね。だってこの髪な、あ。なんだっけ。アイテムだね。見れるのか。ヒントはカタカナで答え、2位は強火。あ、これ次のやつのあれじゃん。いけるようになるのかな。いけたやし、でも開いてない。なんで？なるほどね。おお、燃えとる。燃えちょる。あー、なるほどね。いけない。はいはいはい、そういうことね。おめでとうございます。ありがとうございます。誰の声？うわ、びっくりした。遊んでいただきありがとうございました。こちらこそありがとうございます。なるほどね。エンド。ザ・エンドってね。はい。というわけで、今回は首鬼という作品をさせていただきました。ぜひとも皆さんもチェックしてみてください。というわけで、ありがとうございました。失礼いたします。